皆さんこんにちは。こんにちは。浜松不思議話の鈴木です。加藤です。今回は、はい、未来予想宇宙編、うん、難しくなりそうですね。でしょ、うん、ちょっとね難しくなっちゃうかもしれないです、はい、なるべく、分かりやすくいきたいんですけど、うん、私これ大好きで、うん、宇宙もの、うん、もう本当にねもう逃避行したい時はこんなのばっか見てますね現実逃避、現実逃避、はいはいはい、最高のツールです、うん、まずさ、うん、あれ知って UFO の話、アメリカ、おーおー、アメリカ軍がっていう話、うん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 、ニュースにもなりましたよね。そうそうそう、うん、簡単に説明すると、うん、令和2年今年だね、4月の27日にアメリカ海軍が発表したので、うん、謎の空中現象、おうおう、謎のね空中現象って言ってるの、うん、で3種類の映像を公開したんだけど、うん、全部白黒かな、うん、うん、まあまあそうですね、そうそう、うん、赤外線画像っていうのがあれね、うんうん、でなんかね円盤状のようなのと、うん、コマ、うん、ぐるぐる回るコマ、ね、うん、とあといびつな楕円形の3種類かな、うん、だけどこれは同じ物体なのか別々の物体なのかでちょっとね説明があまりにも少なくって分からんですよ。でいずれもねこう羽みたいのはなくって、うん、高速で動くと、うん、はい、でねこれはまあ以前にも流出しちゃった画像で、うん、でなんで今回また新たに画像を追加して発表したかっていうと、うんうん、その軍の発表によると、うん、まあ他にないか写ってんじゃないかとか、うん、軍事機密が含まれてるんじゃないかとかね、うんうん、憶測がいろいろ飛び交っちゃったもんで、あ、はいはい、まあそれ以上のことはないよと、うん、これだけだよっていうことを説明したいがために発表しちゃってるんだけど、うんうん、ただそういう映像が撮れちゃっただけだよ。そうそうそう、うん、ちょっとなんか説明もあやふやっていうか、うん、何言ってんだろうっていうかね、うんうん、そうですね、別にこの時期にね、そういう発表がなくても別にね、いいような気がしますね。うん、でそのなんかこう他に映ってようが映ってまいがだったらもう全然発表することないじゃんみたいなさ、うん、映ってても映ってなくてもさ、まあまあ、別に発表することないじゃん、うん、ってさ、うん、まあでも一般の憶測って要はそのもしかして宇宙人との関わりが米軍が持ってるんじゃないかとか、うん、そうだよね、そういうことですよね、だよね、うん、それにしたってまあ一般、まあ実際そのなんていうんですか、軍隊の人たちからしてみれば、うん、一般人の憶測を超えないっていうかさ、うん、そのまあくだらんこと考えるよねっていうぐらいのことでしかないような気がするんですけど、うんうん、そうね、うん、まあこれ見てちょっと楽しんでくださいよみたいな、なんかねスタンスでもいいような気がしますね。まあね、うん、まあちょっとよくわからん説明っていうか会見だったっていう、うん、そうそう、なんかねどういうことなんだろうなと思って、うん、でも加藤ちゃんね、うん、エピソード0でさ、はいはいはい、言ってたけど、うん、らしきもの見たらしきもの見ましたね、うんうん、私が見たやつは、うん、もう変態今回もそっちにちゃう今回も隊列が組まれてたっていうか、うんうんうん、ちゃんとしたこの規則的にこう並んで動いてたわけではなくて、うん、その何機も同じ方向に飛んでいく似たような感覚でこう出てきたっていう、うん、本当に何だったのかねそれね、うん、あれ動画撮っておけばね、そうですよ、このチャンネルバズってますね、本当だよね、うん、残念極まりないね残念極まりもうね、でもねあの辺りその、うん、目撃情報も結構あるんですよね、うん、あれ弟さん見たとかいう話してましたっけ、うん、そうそうそう、うん、そう弟はねそうね、うん、そこの近くの浜北西高だったんだけど、うん、まあ野球部で、はい、野球だもんで夜遅くねナイターなんかやってると、うんうん、結構しょっちゅう見たっつって言ってたね、うん、私他に話した、うん、知り合いにも、うん、
あの辺りは多いっていう、うん、話結構多いですよ。うん、そうなんだよね。あそこら辺ってさ、遺跡とかすごい多いんだよね。ああそうですね。ね、うんうん、それこそだって元帥寺なんかさ、うん、できたの700、750年、うん、とかだもん。でも本当に仏教伝来してすぐぐらいだよね、うん、でなあんなところにさ、そんな古くからあるお寺って、うんね、なんであんなところに作ったんだろうとかさ、うんうん、あと古墳とかもね多いし、はいはいはい、そうですね、うん、あとなんちゅってもあれだよね、浜北人骨、うん、ね、うん、日本で唯一、日本か本土か、本土で唯一こう、うん、旧石器時代の人骨が発見されたってね、うん、あそこら辺だもんでさ、うん、不思議なとこではあるんだよね、うん、あそこら辺ってね、うん、でもあれでしょ、それ世界最高かなんかっていう話じゃなかったっけ。いや、ね、そうではない、うん、あの、うん、世界最高ではないです、うんうん、日本の本土では最高、うんうん、ま、ちょっとね、またそれもやりたいですね、うんうん、あ、そうですね、うん、私その話以来 UFO のを見かけましたよっていう、うん、話以来あの、うん、あれですよ、携帯電話欠かさず、うん、持って外に出てます。いいです、その心がけいいです、頼もしいです。じゃあ行きます、はい、未来予想宇宙編です、うん、前回だったか前々回だったかな、あのベテルギウス超新星爆発しました、はい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 、うん、オリオン座のオリオン座の、まあ、地球から見て左肩、うんうん、左の一番上、はいはいはい、うん、今も見ればそこにありますかね、あ、はい、あのすごい見つけやすいです、うん、なぜならもう爆発しそうで、うん、ひときわ輝いてます。ほう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 、うん、でね、もし爆発したら、うん、満月の10倍ぐらいの明るさなんだって。おお、でもでなかなか明るいですよ、夜なら、うん、白夜ぐらいの感じ、うん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 、満月の10倍だからね、うんうんうん、白夜ぐらいの感じが、うん、あ、白夜っていうとちょっと明るすぎかな、まあでもまあ相当明るい、うん、相当明るいですよ、うん、でも、うん、それが多分1ヶ月ぐらい続くんじゃないかっつって、うん、で昼間でも見える。うん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 、うん、まあまあそうでしょうね、 それだけ明るくなるとね、っていうぐらい明るくなるらしくって、うん、じゃあその爆発はいつ起きるかっていうと、うん、今日にでも爆発するかもしれない。おお、うん、はいはいはい。うん、で、うん、遅くとも100万年後。おお割とね、割と長いのよ。あの星の一生だから。まあ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 そうでしょう。宇宙創生から考えれば、そうそう、そんなに長い期間でもないよな。そうそう。で、うん、こんなに近くでさ、あ、はい、そうそう、これね、600光年しか離れてないの。600光年しか、しか、それ光が到達するのに600年かかるってことですよね。そうですそうです、うん、だけど、うん、本当にご近所なんですよこれ、宇宙的に規模から考えると、うん、ちなみに自分たちの銀河系ってね、差し渡し、うん、端から端まで10万光年です、うんうん、10万光年の中の600光年だもんね、うん、もう本当にご近所で、もし爆発しちゃうとちょっとまあ大変なことになっちゃうんだよね。おうで、あ、そうそう、だもんでさ、600光年離れてるので、うん、もうもしかしたら爆発してるかもしれない。あ、なるほどね、うん、あ、でもそれは、うん、あの観測できないわけですか。光が届かないと観測できないらしくて、うん、なんかね、どうもこれよくわかんないんだけど、うん、光よりも早く届くようなのもあるらしいんだけども、うん、基本的にはなんかできないらしい。わ、うんうん、かんないです。これね、俺、はいはい、もし違ってたら誰か教えてください。うん、はい、そうですね。うん、なんかね、その素粒子的なのは光よりも早く届くっていう。うん、光ってさ、世の中で一番早いもの、うん、じゃん、うん、はいはい。だけど、なんかそれよりも早く届くようなものもあるらしいんだけど、うんうん、ちょっとあんまりよくわかんないです、そこら辺。あ、まあ、要は光が届かないと、うん、望遠鏡でも見れない。そういうことです。電子望遠鏡とかなんかでもダメ、うんうん、あるじゃないですか、うん、それでもダ メ, もダメ、うん、なるほど、そうです、うん、でね、
近所だもんで爆発したら大変って言ったじゃない、うんうん、これね何が大変かっていうと、うん、ガンマ線バーストっていう、ほう、ガンマ線って、うん、聞いたことぐらいあるかもしれないですけど、うん、要はね電波っていうか電磁波っていうか、うん、なんだけども、うん、携帯電話の電波じゃんね、お、はい、種類はね、うん、同じなの。マジっすか、うん、ガンマ線ですか、携帯、ね、うん、ガンマ線ではないです携帯電話の電波が強くな、うん、超強力になったのがガンマ線です、うん、ね、携帯電話、うん、赤外線、うん、どんどん強くなっていく方向ね、うん、携帯電話の電波、赤外線、うん、可視光、うん、見えるね光、うん、これも電波らしいです、うん、でその次に紫外線、うん、紫外線って強いじゃんね、肌焼けるじゃん、うんうんうん、であれやっぱその強いんだって、うんうん、でその次 X 線、 X 線も当たっちゃいかんって言うじゃない、強いじゃん、うん、X 線の上にガンマ線があります。おう、だもんでもし直接当たると非常に危険です、うん、なるほど、うんうん、でそれが超新星爆発をすると、うん、飛び散ります、うん、でそれ地球に当たっちゃうと大変。なるほど、うん、原子とか遺伝子をこうバラバラにしてしまうような、うん、うわそれちょっとまずいじゃないですか。そうですか、600光年離れてるってことは、うん、例えば明日爆発しても、うん、到達するのは600年後っていう考え方でいいんですかね、うん、まあ、そう、ただ、うん、分かんないので600光年離れてるもんで、うん、来た時にしか分かんないもんですから。ああ、まあまあまあ、そういうことか。そう、うん、もし今爆発してるのが分かるような技術があれば、うん、まあね、なんとかこう、うん、技術開発とかさ、うん、しない、うん、すればいいんだけど、うん、あ、そうか、爆発したって分かった時には遅いわけです、ね、そう、もう分かった時は見えた時だもんで、うん、そういうことですね。ガンマ線も来ちゃってるってこと、来ちゃってるってことです、うん、でね、ガンマ線ってほぼ光の速さと同じぐらいで届くので、うんうん、でまあオゾン層を破壊するっていうこともあって、うん、まあガンマ線浴びるのも良くないけど、うん、オゾン層を破壊した後に紫外線を浴びてしまう。で、これが、はい、ここは分かりますよ。そうそう、うん、これがね、実はね、4億年前に、うん、なってるんですか。なってる、起こってる、うん、で、その時は約地球の 85% の生物が死滅してます。おー、うん、4億年前っていうと、うん、恐竜の前、の前です。さらに前、うん、恐竜よりもさらに2億年ほど前かな、恐竜が生まれる2億年前に、うん、まあ、大量絶滅してるんだろうね、うん、で、じゃあ今回そのベテルギウスは爆発したら地球にガマ線来るのかって知りたいところじゃない、うんうん、まあそうです ね、うん、これね、研究が進んでて、うん、多分大丈夫じゃないかって言われる、っていうのは、うんうん、ガンマ線バーストってね、うん、こう超新星爆発するときにこう、うん、コマのように回るらしいですよ。まあ自転が速くなるんですよ、うんうん、まあ、地球も回ってるじゃない、うんうん、でそれが速くなって、うん、回ってるこう縦と下、軸、うん、軸の方向にジェットがビヨーンって出てくるんだって。それがガンマ線バースト、はいはいはい、うん、そうならないとガンマ線バーストって出ないらしくって、うん、これが地球とは25度ずれてる。おお、なるほど、よかったねって話でさ、はいはいはい、あ、まあでも600光年先の25度ってわからんね、それは、うん、だから俺本当に大丈夫なのってさ思うのよねそうです、そうです、いや爆発じゃん、そもそも本当に一直線にの出るっていうのはあれだけど、うんうん、25度ってちょっとずれたら、そうそうそう、なんかで爆、だって爆発するんだもんねそれはさ、規則通りになんないような気がするのよ、うん、素人考えでは。なんかの拍子で25食って食ってか、うん、ね、うん、そうそう。でね、実はそのベテルギウスもそんな感じなんだけどね、うん、ちょっとそのガンマ線バーストね、初めて観測されたのはソ連とアメリカの冷戦の時でね、うん、まああれよ、核実験すると同じようなのが出るんだって、はいはい、でそれを人工衛星から見ようとしてた、うん、やってねえかっつってアメリカがね、うんうん、でソ連の方見てたら、うん、後ろからガンマ線バーストの人が来たって、ガンマ線が出た、うんうん、
バーストじゃないね、ガンマ線がちょっと来て、うん、あれっつってさ、下見てたら後ろから来たみたいなさ、うん、あれっつって、うん、なんだっていうことになるじゃない、はいはいはい、宇宙開発かと思うじゃない、うん、で当時はあの1997年2月、うんうん、なのであんまりまだこのガンマ線の研究って進んでなかったらしくって、うん、でよくよく調べたら宇宙から来てると、で超新星爆発で来たと、うん、でまあその観測できるぐらいだもんで、うん、近くでしょと、はいはいはい、探したんだけど、うん、見つかんないのね、うん、で近くから起きてる説と、うん、いやもっと遠くから届くんだよっていう説が出て、うん、結論出まして、うん、なんと81億光年から来たガンマ線を人工衛星が捉えたんだって。でこれ、うん、その結果が出た科学者やっぱビビっちゃうわけよ、うん、81億光年のガンマ線が、はいはいはい、届くの、うん、これもし近くで爆発したら大変だぜってことになるわけじゃんね、うん、なので衰えないってことですよね。そうそう、うん、81億光年だからね、うん、だからその計算どう成り立つんですか。81億光年から来たっていうのがどうわかるんですか。81億光年前に来たガンマ線が宇宙を漂ってたっていうことだよね、きっとね。81億光年先にある星が超新星爆発したのは81億年前じゃんね。それが81億年経って地球まで到達したと。まあ当然弱いんだけど、うん、さっき銀河、うん、差し渡し10万光年ですよね、うん、宇宙ってどんだけあるんですか。一応ね、うん、今ね、135億年先の銀河が見えてる、うんうん、もんで135億光年まであるのは確実で、うん、そこから先は予想するじゃんね、うん、で銀河ってどんどん離れていってんだって、うんうんうん、はい、だもんで、うん、膨張してる。そう、宇宙変なことはよく、そう膨張してってるもんで、うん、宇宙の差し渡しってね、うん、いくつだったかな、750億光年って言ったかな。これもね、なんかね、いろいろこうあるもんね、うん、じゃあまあ、うん、そこが分かってるんだったら、うん、81億光年だか83億光年の計算はなんとなく、うん、そうそう、できる技術があるというのは分かります。ね、測るのは、うん、その銀河の明るさ、色、うん、で計算できるらしいです。うーん、遠い銀河ほど赤く映るんだって、うん、でその赤の度合いによって、うん、どれだけ離れてるかって分かるらしいです。まあ単純な話よこれ、うん、多分そんな単純じゃないと思いますよ。科学者の人たちはもっと複雑なことをしてやってると思うんだけど、単純な話です、うん、そうそう、それ、そうそう、うん、まあ大まかに言えばそんな感じで見てますよ。そうそうってことです。じゃあさ、81億光年のさ、こう周りにないかって思うじゃん、うん、でこれ見つけちゃって、ああそう、これ最新でね、俺もね、ここ最近初めてテレビで見て知ったんだけど、うん、そんなのばっか見てるもんで、うん、いて座の方向7500光年、うん、7500光年なので割合に近いのよ。ベテルギウスは600光年で近い、はい、で7500光年も、うん、これもねやっぱりね銀河系の中だもんで、うん、割と近いです、はい、一応ね RR104 っていうのがある、星があるらしいんだけども、うん、それは渦巻きがしっかり見えてる、うん、もうじき死にそうな星、超新星爆発をする、うん、はいはい、さっき、うん、そう言ったじゃんね、その、うん、コマのように回ってて、うん、上と下からしか出ない、うんうん、でこれコマの回転がしっかり渦巻きがしっかり見える、はいはいはい、ってことはさ、うん、こっちから渦巻きがしっかり見えるってことは、うん、回転軸と地球がぴったり合っちゃってるんだよ。わかる？ああそういうことか、わかる、うん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 、洗濯機を上から見てる、それが軸だもんで、うん、なんでその方向、ここ地球からこう、うん、ね、うん、渦巻きが見えるってことは、うん、
バッチリ合っちゃってると地球のとその今から、うんうんうんあなんかダブル横線が見えてるわけじゃなくて、うん、そうそう渦を巻いてるのがちゃんと見える、うん、見えるもんで、うんうん、軸がこう合っちゃってるもんで、うん、これちょっとまずいって今なってうん、うん、まずいっすよね、うん、でこれもやっぱりいつ爆発するか分かんないんだってでね、うん、7000光年だと多分被害はこう思うんだけど、うん、この500光年が左右するかっちゅうぐらいの話で、うん、あのね前さっき言ったじゃない4億年前にっていうの、うん、これがね多分ね6000光年から7000光年ぐらいで 85% 絶滅しました、うんうん、今回はちょっと遠くて7500光年だもんで、うんうん、どうかっていういやでも危機でしょ危機割合危機割合ねやばいっす割合やばいっすっていうことらしいです、うん超新星爆発です。そう。なんでそれこそ距離があることなので、うん、一度ずれててくれれば全然関係ないような気がするんですよ。かもしれないね。うん、そうかもしれない。うんうん、なんでいややばいっすよこれ。やばいよね、うんあの。ちゃんと研究してくれると、うん。次いきます。はい。それなんでベテルギウスはもういつ起きてもおかしくない未来よね、うんうんうん。はいはい。でもそれと同じような、うん、あの、うん、4億年前にも。うんその超新星爆発で被害を被ってるっていうことねそういうことです、はい、ガラッと変わってね月との距離っていうのがあって、うんはいはいはい、月との距離って遠ざかってるんですよ、うん、地球と1年に 3.8 センチ遠ざかってるのほうほうほうこれね、うん、月って本当にやっぱ近いもんで、うん、すごく正確に測れてるんだって、うんうん、なんかねまあそうでしょう、うん、月のねあるところに、うん板が置いてあって、うん、そこをこうレーザー照射して測ってるんだってへえ、その板誰が置いたんですか誰かねNASA かねわかんないけどねなんかそんな感じみたいです、うんうん、で1年に 3.8 センチ離れてて、うん数億年後には、うんその影響がに地球に現れてくると、うんうん潮汐力ってあるじゃないですかまあ、要は干潮満潮って、うん、あれって要はね、うん月のああ引力でっていう、そうそう、うん、話ですよねなので、うん、月が離れちゃうってことは、うん、その影響力が少なくなるので、うん、波が立たなくなるとあ、うんうん、地球の引力だけのそうそうそうとかまあ、うん、地球っていうそうそう、うん、地球の自転とか、まあ、あと地球で吹く風とかさ、うん、そんなのでしか波が立たなくなるので、うん、波が穏やかになって、うん、まあ海流なんかもちょっと穏やかになるんじゃないかっつって言ってて、うん、で、月が近くにいることで、うん、地球がこうなんだうん回るのをゆっくりにしてる、うん、なんていうかな止めてるっていうのかなはい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 引っ張ってるもんで、うん、回っちゃダメ回っちゃダメ地球回っちゃダメって感じですよ あんまりそれ以上速くなるとそうやべえぞみたいな私が止めとくそうそうそう、うん、月がね、うん、だけど月離れちゃうと、うん、ぐるんぐるん回っちゃうじゃんね地球、うん、それ重力に押し潰されることになりませんかそれぐるんぐるん回っちゃってそうそうそうなのもねちょっとあるかもしれないよね、うん、でなんか1日の速さは数億年後には4分の1ぐらいになる、うんうん、ぐるんぐるん回っちゃう、うんものすごい G ですよそうそう、うん、ただね、うん、問題はねそんなもんじゃなくって、うん、本当に問題なのは、うん、太陽が寿命を迎えるっていう、うん、そのあまあまあ月が離れてくると同じぐらいの時に、うんうん、太陽が膨張し始めますそれいつぐらい後ですこれね数億年って言われてて、うん、今さっきさ、うん、月も数億年って言ったじゃん、はい、で太陽の膨張も、うん昔はね、うん、10億年って言われてたんだけど、うん、今ね5億年って言ってるねお、うん、で、うん、あと5億年もすると、うん、膨張し始めて、うん早い段階で地球に影響し始めると、うんうん太陽の寿命ってね、うん、そもそも何をもって寿命なんですか、エネルギーを使い果たしちゃう消えるってことですね火が消えるっていうのは正しいかもしれない、うん、太陽って
あまりにもこう大きくて重いもんで、うん、まあ原子同士がぶつかってさ核融合っていうのを起こしてるんだよね、うん、でその核融合でこう暖かくなってるんだけど、うん、熱くなってるんだけど、うん、そのエネルギーってさやっぱり使われちゃうのよ、どん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 、うん、消耗してっちゃうのよ。それが、うん、100億年で全部使い果たしちゃう、はいはい、全部使い果たしちゃう前に一回大きくなるのね、うんうん、やっぱり潰れる前はでかくなるんですか、全ての星が、そうそう、うん、でそれが5億年もすると膨張し始めます、はい、ね、そうすると気温が上昇して海水も蒸発します、うん、で地上には住めません、うん、昔はねその膨張で地球は飲み込まれるって言われてたんだけど、うん、今はあと一歩のところで飲み込まれないっていう方がはいはい、はい、ただ飲み込まれないそうだけで、うん、とても生きていけるような状況ですよね、うんうん、っていうことらしいです、うん、で未だにね飲み込まれちゃうって言ってる人もいます、うんうんうん、もしその時にまでにこう人間が子孫をつないでいけたら5億年とかね、うん、6億年とかどうかね、移住かね、移住でしょう、移住かね、うん、でもしかしたらその太陽の膨張を食い止めるような科学技術が確立される可能性もなきにしもあらず、うんうん、数億年だからね、うん、そう、うん、太陽は、うん、約100億年でエネルギー使い果たしちゃいますと、はいはい、うん、で、あと50億年、はいはいはい、今50歳です、太陽今50歳で50億歳ですね、50、あ、そうです、50億歳、うん、50億歳で残るあと残りはあと50億年、はいはい、うん、うん、なのでそうね、その膨張し始めるのは約5億年じゃない、うんうん、でそうするともしその時までに人間は生きていれたら、うん、子孫をつなげていれたら、うん、太陽のその膨張を防ぐような技術を持っているか、あ、まあそれか、うん、まあ現実的なのはまあ移住だよね、そうですね、うん、まあどっちかというとまあそっちの方が現実的、うん、今のなんとなくこう、うんうん、そのささやかれている技術というか、うん、俺らが理解しうる技術でいうと、うんうん、移住に向けた方がいいのかなってね、うん、そうね、うん、もう太陽の膨張を止めるとかそんなことはもう全然ね、うん、できるできないなんて話もしてないみたいなさ、うん、ね、まあ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 そうですね、うん、ブルース・ウィリスでもその時生きてればもしかしたら何とかしてくれるかもしれない、ウイルスどうかな、オレンジの着てでしょ、オレンジのつなぎでしょ、はいはいはい、まあエアロスミスとセットなかああそう2人セットならねパワーがねやっぱり違うからねそれは1人より全然違うからね2人の方が、そうそうそう、主人公と主題歌は揃ってないから現実的じゃないよ、ね、そうかもしれないねまあ、バカな話はさておき、やがてねやっぱりこう白くこうなって白色矮星っていうのなんだって、で太陽は爆発しないらしいです、はい、うんうん、爆発するのはもうちょっと大きな星じゃないと爆発しないらしいです、うん、へえ、うん、じゃあ今まで話してきた星は太陽よりもでかい、うん、でかいです、でかいです、うん、超新星爆発するのは太陽より、うん、もっとでかい、どのくらいかっていうのごめんなさい調べてないです、うん、はい、でその前に起こるのが、うん、その前っていうか太陽が膨張し始めて、もしそれになってしまう前に訪れるのは、うんうん、アンドロメダ銀河と我々の銀河系衝突します。ほう。うん。うん。それはじゃあちょっと今日長くなってしまったので、はいはい、今日は。このぐらいにして宇宙編、はいはい、うんうん、また次回続きをやりますかね、そうですね、うん、ここのところちょっと喋り熱いっすよね、熱くなっちゃうね、うん、面白くない
回かもしれないけど、僕は非常に面白いです。すいません、大好きなんで。もともとのコンセプトが俺ら自身が解決するっていうところで始まりますんで、そうそうそう、うん、勘弁してください。じゃあ本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。